萩は、大日本帝国海軍の駆逐艦で、もみ型駆逐艦の11番艦である。同盟艦に、立花型駆逐艦の萩があるため、こちらは、萩や、萩愛などと表記される。1940年4月1日、小海底に類別変更。第33号小海底に解消。1941年12月22日、植木島上陸作戦で、 雪岩を強行して格差し放棄された。1920年2月28日、浦賀選挙で帰港。同年10月29日午後4時30分浸水。1921年4月20日春行。1937年、日中戦争において、河北沿岸の作戦に参加した。1940年4月1日、小海底に類別変更。 第33号小海底に解消。1941年11月20日に南洋部隊に編入され、太平洋戦争初戦のイクと攻略作戦に参加した。11月20日、クレ初、サイパンを経て12月2日にルオットに到着。同日、ルオット発ウオッツェで陸戦隊を収容し、ルオットに戻った。12月8日、 ウェイク島攻略部隊とウェイク島攻略援護隊は、ルオットから出撃した。12月10日に、ウェイク島に到着。しかし波浪が高く艦の動揺のため特設寿命艦、金号丸、金達丸は、大発を下ろせず、駆逐艦2隻も失い攻略部隊などは、ルオットに引き返した。第32号小海艇と第33号小海艇は、 大発を下ろすことに成功し陸戦隊も異常したが、非対命令が出た,たため陸戦隊は取り残されることになった。この陸戦隊は駆逐艦、無月に収容された。ウェイク島攻略は兵力が増強され再び行われた。その際、攻略部隊では最悪小海底を格座させてでも、揚陸を行うことに決め、了承を得た。攻略部隊などは12月21日にルウットから、 出撃。12月22日に、ウェイク島に到着した。第32号昇海艇は、ダイハツを下ろすことに成功したが、第33号昇海艇は、ダイハツを下ろせず、格座上陸が決定された。その後、第33号昇海艇も、ダイハツを下ろすことに成功し、それから、第32号昇海艇は12月23日0時30分に、 第33号昇海艇も、その20分後くらいに格座して、陸戦隊を上陸させた。1942年1月10日に除籍。日本海軍史第9巻、第10巻の昇管履歴及び官報に基づく。第33号昇海艇に関するカテゴリー、ありがとうございます。